町は初めてですか？格好からすると、マリントルーパーかな。結構強そうですね。実際のところどうなんです？強いんですか？強くないんですか？知るか。知りたいな。どうしても知りたい。僕、自分の知らないことがあるの許せないたちなんですよね。誰か俺に挑戦するやつはいねえか？もしも勝てたら5万ガルドやるぜ。とこの人が言ってますよ。お前、何のつもりだ？面白そうじゃねえか。そのゲーム、乗ったぜ。邪魔だ、どけ！こいつ、爪が光ってる。操術師だと？ふむふむ、操術が使えるっと。多分アーツ系だな。考えるより先に手が出そうな顔してるし。さあ、どうしたんです皆さん。5万ガルドですよ、5万ガルド。んなこと言ってもよ。俺たちは操術なんざ使えねえし。こいつは一体何の騒ぎだ？あんちゃん、街の掟を知ってるかい？原価現金、暴力反対。そうそうそうだよ、掟を守らねえダメだぜ、ベイベー。もし殴ったら？オーノー！どうしたら？どうなる、どうなる、どうなる、どうなる？掟を破る悪い子にゃ、正義の決意を見舞いするぜ。ヨーヨー、わかったかい？気安く触るな！お前、なんてことを！自分が何をやったかわかってんのか？この人はな、この人はな！先に手を出してきたのはこいつだ！歌を邪魔されるのが何より嫌いなんだぞ！え？怒ってる！カジスタが怒ってる！やばいぜ、お前！イザベラ君！私は今、猛烈な悲しみに襲われている。はい。この若者を正すためとはいえ、心を鬼にしなければならんのだからな。はい。しかし、やらねばならん。愛のために。美しさは力、グレートフェロモン。
美しさは罪。ワンダーフェロモン。行くぞ俺たち、フェロモンボンバーズ。いい加減にしろ。ボンバーズより実力は上っと。セネル、どうした？何があったのだ？こいつらが勝手に仕掛けてきたんだ。詳しい話を聞かせてもらおうか。そんな時間はない。早く山賊のアジトへ行かないと。なりふり構わず襲いかかるつもりか。まるで狂犬だな。どけ、さもないと。スカルプ社が光ってる。お前、ブレス系か。お仕置きだ、坊や。ライトニング。